今回は川崎第11弾飲んだくれ編です。立ち飲み居酒屋ドラム缶ですね。友達がディープなとこ連れてってくれっていうのでこちらに行ってみました。こちらね、お店に入るとテーブル代わりのドラム缶がいくつも置いてあります。こちらをテーブルとして適当にね、空いてるところを選んで、飲み物を注文するわけですけど、全てが、キャッシュオンですね。ドリンクも、料理もほぼほぼ300円前後ですごい安いですね。グラタンなんかもね、結構美味しいんですよ、熱々で。ハムカツも肉厚でね、美味しいです。もちろんね、それなりの値段なんで味もそれなりなんですけどね、安く飲みたい時はぜひドラム缶行ってみてください。こちら立ち飲み天下さんですね。もう定番ですね。こちらも安く美味しいハイボールが飲める店として有名で、なおかつおつまみはもう安かでね、本当にもう最高な立ち飲みだと思います。今回はね、エシャロット頼んでみました。結構ね、こういうのつまみ好きなんですよね。あと天下といったら湯豆腐ですよね。もう間違いないです。ポテサラね、美味しいんですよ。250円安いですよね。あとこのハムね、値段ちょっと覚えてないんですけど、なかなか美味しくてね、いいつまみになりました。そしてその後に向かったのが太陽ホエールさんですね。ウェールズといったらね、今のベイスターズの前の球団名だったと思うんですけど、僕らは懐かしいですよね。知らない人、若い人は知らないのかもしれないですけど、こちらもおつまみも何を頼んだかちょっと僕も覚えてないんですけど、この時はもうすでに結構酔っ払ってたんで、全部ね、美味しかった記憶があります。この鶏の唐揚げ、骨付きのやつね、美味しかったですね。そしてこちらは、別の日に行った八丁長手の川崎寄りにある、福来屋さんですね。こちら酒屋さんが、やってる角打ちとなります。こちらはね、めちゃくちゃ安くてね、酒屋さんの、いわゆるその立ち飲みの角打ちなんで、お酒もなかなか安く、いい感じで朝8時ぐらいからやってるんでね、使い勝手はめちゃくちゃいいです。この赤星もいくらだっけな、400いくらだと思うんですよね。多分川崎で一番安いんじゃないですかね、瓶で。チューハイ、レモンサワー360円で、チューハイってやってないんですけど、チューハイないのって言ったら、350円、10円引きでやってもらいました。この生姜焼きとかね、塩辛明太とか、卵焼きとかお漬物とか、漬物がね、110円とかね、全体的に250円とか300円とか、そういうつまみなんですよ。で、結構美味しいんですよね。最近僕ね、福来屋さん角打ちハマってますね。ここ最高です。そしてその後向かったのが東海道ビア川崎工場さんですね。もうこんなところにそのなんていうんですか、クラフトビールの工場兼飲むところがあるっていうの知らなくてびっくりしたんですけど、友達がね、教えてくれてね、ちょっと行ってみました。京急川崎から川崎二郎に行く途中の酒屋さんを左に曲がったところにあるんですよね。おしゃれな店内の外装と、内装、もう本当に洒落た感じでね、僕らはちょっと浮いちゃったんじゃないかなと思いました。でビールのタンクがね、所狭しといくつも並んでるんですよね。この日は昼の何時頃だったのかな、12時前ですかね。お姉さん一人で切り盛りしてましたけど、お店、席もね、半数以上埋まってる感じでした。
その日はね3種飲み比べっていうのを、飲んでみました。結構ね量もあってね、いろんな7種類ぐらいから選べて、3つ自分で選べるんでね、結構面白かったですね。でどれも美味しかったです。この日は3人で行ってね、3人がバラバラ違う3種類を選んでそれぞれ飲んでみたんですけどね、みんな美味しい美味しいって言ってましたね。僕あんまりビール飲まないんですけど、最近クラフトビールはハマっててよく飲みます。やっぱりこう味わいがね、いろんなフレーバーがあるんで美味しいですよね。こちらはソーセージ、3人いたんでね3個に切り分けてくれてね、なかなかそういうところも気が利いて素敵な接客だと思います。ソーセージをつまみに、楽しんでみました。この日にね買ったばっかのね、浜市さんの周年 T シャツ、かっこいいでしょこれこれ気に入ってるんですよ ね、 これ着てご機嫌でビール飲んで、もうちょっとね落ち着いて今度ね着たいですね。そしてその後向かったのは赤丸屋さんですね。赤丸屋さん安飲みの店なんですけどね、季節によっておすすめとかもいろいろ変わって、お刺身なんかもあるんでね、本当にもう気に入ってます。谷中生姜、こういう渋いつまみがね年取るとねたまんなくいいんですよね。このカツオのたたき、なぜかね玉むしろに光ってましたけど、僕は食べなかったですけど友達食べてましたねナスのおじぶたしも美味しかったです。何気にねこのねトウモロコシがねめちゃくちゃうまかったんですよ。そして赤丸屋といったら初元ですよね、もう定番です。あとねこちらのね生野菜もねすごい美味しいんでね、僕は結構最近これにハマってます。今日は第11弾川崎編をお届けさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。